はい、こんにちは、オリバーです。今回の記事は、えー、アメリカのトップ大学はどこだえー、と、デビジョン1番です。えー、要するにアメリカの大学のビッグクラブですね。まあ、あの、競合校は、えー、どこなのかを解説していきます。えー、今回はですね、アメリカの NCAA デビジョン1、アメリカのトップリーグの、えー、トップ10の紹介になります。えー、その前に、えー、ま、NCAA デビジョン1のメリットは何か まあなぜ、あの、デビジョン1を選んだ方がいいのか。えー、それはまずは、えー、プレイの質ですね。まあもちろんトップリーグであることで、えー、アメリカのトッププレイヤーたちが集まるところですね。そして、まあ今は世界中から、えー、多くの選手をスカウトしているので、えー、世界中からもレベルの高い選手が集まってます。えー、スピード、あの、プレイ、スピード、えー、 選手の身体能力、監督から要求されるものは、一番レベルが高いと思います。次は D1 の大学のスポーツ、次は環境ですね。D1 の大学のスポーツ予算はアメリカ、アメフトとバスケから収入を得てますので、お金を他のスポーツに当てやすい環境になってます。 なので D1 の場合は、まあ、スペシャリストのコーチとか、メンタルコーチとか、栄養士とか、そういう多くのコーチがいるんですね。あとは、練習場、専まあ、サッカー専用の練習場とか、施設ですね、体をケアする施設など、まあ、あの、選手への最高のケアができる環境が多いです。 最後に、えー、プロに行きやすいですね、えー、D1 の大学は、まあ、プロとの練習試合も多いですし、えー、そして、まああのー、地元のプロチームと、まああのー、いい関係にありそして、まあ、夏には、えー、その大学の選手が、えー、プロの練習参加に入る場合も多いですまた、あのー、プロのスカウトも、えー、試合に てえー、試合を見ることが多いのでもしプロを目指すのであれば D1 が一番近道だと思います、まあ、最後に、えー、D1 のデメリットですね、えー、これはまあお金がない、えーまあ、スカーラーシップが、えー、ディビジョン2ですね D2 と、えー、比較してもそんなに差がないということなんですねということはまあ 1, 1, 回生です、ね、1回生からフルスカーラーシップ学費全額免除とか えー、そういういいのはあの非常にレア,レアだと思いますそして、まあ、あのレベルが高くて競争率も高いので、えー、プレーする機会が1年1回生から保証されてなくて、まあ、これはもちろん当たり前のことなんですけれども、えー、っとなかなかチームで居場所を探すのが難しいかもしれません。 え次にですね、トップチー、トップ10を、えー、まあ各チームの YouTube をえここで紹介しているので、まあ、あ YouTube を見ながら、映像を見ながら、どんな雰囲気かを,を楽しんでくれたらいいと思います。で最後に僕のファイナルスター、えー、僕のまあ考えていることをちょっとえ解説していきます。アメリカの大学では、まあ、多くの高校、 強豪校が、えー、東海岸に集中してるんですねやはり人口も多い、大学数も多いっていうことも影響してると思いますけれども、まあ、西海岸ですね、日本に近い方も、あのー、サッカーが爆発的な人気があるので、えー、まあ、近頃は西海岸の大学も、えー、ランキングに入ってきてます。まあ、あのー、多くの選手が、まあ、D1 か D2、それとも他のリーグがいいのか、短期大学がいいのか、 さまざ、あ、まなことを考えていると思いますけれども、えーまあ、どのリーグを選ぶのかは、その各選手のゴールによって、えー、変わると思います。もし、えー、プロを本気で目指す、プロサッカー選手として、えー、キャリアを築いていくんであれば、えー、D1 のトップ大学、トップ10の大学に入って、そこで活躍するのが一番の近道です。 えー、仮にもし、えー、大学でスカーシェップをもらって、えー、多くのね、スカーシェップをもらって、えー、大学でサッカーをやめる、えー。そういう選択を考えている選手でしたら、ま、D2、えー、もしかしたら、えー、NAI のリーグの方がいいかもしれません。まあ、どちらにしろアメリカのサッカーのレベルは舐めてかかってはいけないと思います。えー、アメリカのプロリーグも今世界中から注目を浴びてますし、えー、急成長をしてます。 そしてててももちろんんんんんユースのレベルもどん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 上がっていっいますなのでまあアメリカのトップ大学でもしねアメリカのトップ大学をえー選んでえーそちらの道に行くのであればあの必ず今後え人生の財産になると思いますはいなのであのアメリカの大学に興味あるえ日本の高校生は是非ともえ我々に連絡ください 次回はですね、えー、ディビジョン2、そしてまた NAIA のトップ、えー、10の大学とかを紹介していきますので、えー、はい、今日はこれです。これまでです。さよなら。